皆さんこんにちは。日本美術刀剣鑑賞協会、略して日刀館がお送りする刀剣鑑賞動画です。鑑定士のムーヤンと研ぎ師白金師鑑定士の道です。よろしくお願いします。さあ今回は何をご紹介していただけますか？どうすっかな、してよ、紹介してよ、はい、どうすっかなどうすっかなって何あ、すいません。はいはい、越中の神正俊です。なんでワンクッション入れるの？これもないんですよ。てか皆さん聞いたことない方のが多いんじゃない？昔ね、うんうん、鑑定会、俺がまだ、はい、高校生の頃です。はい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 、はい、分からないじゃないですか、初めだから。うん、分からない。ヒントやるよ、ご機内だって言われて、うん、ああそうなんだ。すごい綺麗なのが出てたんで、うん、俺どれだかもう覚えてないよ。うんうんうん、越中の神正俊って書いて出したんだよ。うん、したら、こんなもんあるわけあんめって言われた。嘘あ、そうなの？ないよって、これ。ないんだ。レアだよつって、ないよこんなのって。へぇー。っていうぐらいにはなかなか見ない。あ、そうなんですね。うん、あらまあ、びっくりした。ただ、うん、この言葉を聞くと、このチャンネルご覧になってる方は知ってるんですよ。丹波の神義道、うん、っていうと、ああ、あれかと、すだれ場のあれかと、うんうんうん、ね、うん、この初代の丹波の神義道の末の弟なんですよ。うん、4兄弟いたんだよね、うん、あの伊賀の神金道、丹波さん、うん、正俊、もう一人誰だ、誰か誰かで、お父さんは金道、なんだけれども、でこの4兄弟中、うん、一番腕が良かったっていう刀匠さんなんですよ。うん、そうなんですよね。だからその今言ったような数がないっていう意味合いで言うと、丹波さんの方がほら大本家になってしまったから、うんうんうん、もちろんこっちもね、やってたんだろうけれども数が少ないっていう風な意味合いなのかね。うん、そう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 。多分ね。はい。ではそんな、うん、この世の中にないと言われる、越中の神正俊、こちらにご用意してみましょうか。はい、行きましょう。せーの、はい、ご用意できました。長いね、長いね。え、ちょっと待って、今までの紹介してきた刀の中の御機内の知識としてなんですけれども、うん、まずこれ江戸時代でいいですよね、丹波の神義道の弟だから、うん、ご機内でしょ、うん、長いって珍しいんじゃない？ああ、まあそうですね。そうだよね。あ、そうです、そうです、そうです。あら、じゃあその珍しい、うん、ね、越中の神正俊さん、ちょっと見てみますね。うん、はいはいはい。ああ、綺麗。ああ。綺麗だけど、ほぐい。ああ、安継ぐとか言っちゃうかな。あ、そうかもね。あの長いのがないっていう頭があるから、うんうん、そうだね、はそうだね。いや綺麗だね。そしてこれね、うん、裏側にも名前が入ってるんですよ、うんうん、あ、年っていう字が見えるから年号だと思うんだけれども、うん、相当気合い入れて作ってるね。作ってるね。あらららら。じゃあ、うん、その様子ヘッドマウントカメラの研ぎ師目線で見ていきたいんですけれども、うん、丹波さんの弟なんでしょ、うん、僕の予想言っていいですか、すだれ刃がどっかに入ってる、うんうん、これは多分そう想像しますよね、うんうん、そうですね。じゃあ、うん、そのすだれ刃があるのかどうかというのも含めて、うんうん、研ぎ師目線の映像を行ってみましょう、はい、どうぞ。それでは研ぎ師目線で刀見ていってみましょう、はい、よろしくお願いします。じゃあ初めに中子の様子を見せてもらっていいですか。はい。あ、長いんだね。長いですね。うん。で、そして上にひまわりのようなものがありますが、ね、これは16葉の菊紋ですよね、うん。はい。で、その下に、名前が彫ってある、うん、まあ、独特な名ですね。うん、このあたりは最後じゃないね。この後の写真で詳細の時に見ることにして、うん、ちょっと幅き見せてもらっていいですか。はい、おしゃれでしょう、これ皆さん。おしゃれですね。あの、須藤。銅ですね、はい、銅の二重に金象眼、溝を掘って金を埋めてるんですよ。おしゃれですね。とてもとてもおしゃれ。こういうのって作ったことある？いや、象眼はない。あ、象眼はない、うん、でもね、ぜひチャレンジしてこういうおしゃれな
衣装のものを作ってみてもいいんじゃないかな、うん、これいいね。いいよね。はい、では全身の様子見てみましょう。おっと、これはどうやら乱れ歯、大分類は乱れ歯でいいですか。そうですね。うんうんうん、うん、長いね。派手ですね。派手だよね。おいしょ。はい、じゃあ近づいてみていってみましょう。はい、よし、よいしょ。あれ、あ、ここか。はい、これ葉巻のすぐ上だよね。はい、まっすぐ系、まあ、のたれ系ですよね、うん。以前も出てきた、焼き出しっていうものでいいんですかね、これは。そうですね、ここ、ここね。ね。丹波の神義道の脇差しのように長いんではなくて、スラーっとね、うん、緩やかにこう、クレッシェンドをかけながら大きくなっていくなんていうのが、京焼き出しなんていうものだったりしますね。うん、で、少しずつ、こう、荒ぶってくると。うん、はい。じゃあ、そのまま地肌の様子。これね、くぐもってて見えづらいんですけど、うん、よく鍛えてある木目肌ですよね。結構鍛えてある。そうだよね。そこに正目肌が乗ってます。結構ね、正がね、きつく見えます。特に、うん、しのぎじ強いよね、やっぱりね。ちょっと見づらいけどね。くぐもっちゃってあれなんですけど。身のっぽさが出てるって言ったらいい。すごい身の本位の作りですよね、これ。うん、上手ですね。うん、で、じゃあね、刃文の種類、うん、これは、でいいよ。具の目、乱れかな。ですね。具の目。いろんな大きさがあるようだもんね。ね、まあ、美濃ですよ。そうだね。美濃の刃文です。じゃあ、匂い口。これはね、煮え出来なんですが、うん、多少荒煮え振ってるところもあり。そうだね。まあ、多少総臭の。エッセンスも。エッセンスも入ってんのかなと。うんうん。うん、なるほど。そうすると、地肌とか刃文の形状なんかは美濃寄りで。うん、匂い口の様子なんかは、総集のエッセンスっていう感じの、うんうん、やっぱり上手ですよね。その入れ方がね、バランスがね。さあ、帽子来たようですね。あ、小丸に見えるんだけど、ちょっとこれ乱れ込むのかな？そうですね。ちょびーっとね。で、先も、尖り気味なんでしょうね、これね。うん、小丸っぽくなってるけど、うん、反対側どうなってます？あ、見えねえ。ああ、でも。光って見えないですね。ね、こっちの方のがのたれ込む様子。うん、ちょっとこう乱れ込むのはこっちの方が強いかも。うん、上はね、小丸になっちゃってかもしれないけどね。はい。はい、じゃあ下行ってみましょう。あ、地肌こっちの方のが見え方綺麗。てかこれ、映り？映りです。これは影映りなのかな？白けなのかな？白けっぽい気するけど、ね。うん、そうだね。むわ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 して、そう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 、湯気見て、そうだね、うん、こことかもすごいよね。うわ、はここ波紋好き、ね、結構ダイナミックな具の目にしてるよね、これね。公共の差があって、見る人に対して大胆とか豪胆っていうような印象を与えるような波紋になってますよね。うん、あ、かっこいい。で、また焼き出しでスーッと終わっていくと、うん、おしゃれです ね。で、これ反対側。あ、いいね。やっぱこの葉巻いいよ。いいよね。いい、おしゃれ。とてもいいです。うん、じゃあ反対側の中子の様子はどうでしょう。あ、こちらも何か切ってあるようですよ。うん、じゃあこの辺もね、ね、うん、写真で詳細の時に見てみましょう。はい。はい、ありがとうございました。うん、よいしょ。ありがとうございました。それでは細かく見ていきましょう。はい、刀名、菊門、越中の神正利、延宝6年2月吉日、美濃の国から山城の国へ、まあ、現在でいう岐阜県から京都ですね、に移住して、西那覇の祖となった金道の第4子にあたります。父である金道と、この4兄弟はいずれも名将で、4兄弟中にはご紹介済みの丹波の神義道さんがいるんですよ。うん、初代正利は、初代丹波の神義道の弟にあたります。中でも正利は、4兄弟中で最も技量の優れた刀匠で、作域が広く器用であったと伝わります。本作正利は
2台または3台と目されるもので、ダイナミックな作風となっているのが最大の特徴です。作刀年代は江戸時代中期頃の延宝6年、西暦にすると1678年となりますので、今からざっと350年前となります。刀剣の時代区分としては神刀、電報は各電報のうち美濃伝を主体とし、総集伝のエッセンスを加えたハイブリッドとなります。ですね、この電報のところ、これ神刀特伝になってないでしょう。なってない。何でもできるっていうのがここからわかるよね。だな。で、余談なんですが、どの電報をやってもとにかく上手だったという記録が残っています。素晴らしいですね。では次に中郷を見てみましょう。はい、まずは表側の目ですので、左側ですねを読んでみましょう。16葉の菊門の下に個性的な書体で越中の神正俊と書いてあるんですね。ちょっとこれ正俊って読めないサインだよね、これね。そうだね。正はまあ。ギリ。欲しいな。すごく面白い。顔を見たくなってるよね。だから、やっぱり、目っていうものが完全にブランド化してるっていうのがよくわかる書体ですよね。じゃあね、裏側も読んでみましょう。こっちは比較的読みやすいんですが、はい、こう書いてあります。延宝6年2月吉日と書いてあるんですね。これは記念銘と呼ばれるもので、刀を鍛えた年月日、簡単に言えば刀が完成した年月日となります。本作の場合、西暦1678年2月に完成したとわかります。で、これ旧暦の2月ですので1ヶ月ずれるんですよ。なので今で言うと、どっちだ ?2 月なんだから、1月、かな ?1 個前に戻るのかな、ごめんなさい。間違ってたらごめんなさい。1月か3月です。はい。まあね、1ヶ月の差ということです。じゃあ次に、目くぎ穴の数に注目してみましょう。はい、今回は1つのようですね。ですので、作られた時の長さそのものということになるので、産中子なんて呼ばれますよね。中も長いね、これ。長いね。しかも、細い。っていうのは、丹波の神義道、皆さん覚えてますかね、脇差しの方。あれも細いんだよね。やはりそのあたりは、兄弟で共通してたのかな、なんて思ったりもします。では、大敗行ってみましょう。はい。はじめに、反りを見てみますよ。はい。浅めの反りになっているようですね。続いて元見幅と先見幅の比較をしてみますよ。先見幅の方が元見幅よりも狭いということがわかります、つまり元見幅と先見幅に差があるということなんですね。まとめると、反りは浅めで元見幅と先見幅に差があると言えそうなんですね、このような大杯の脇差しや刀は漢文神刀と呼ばれるもので、江戸時代前期から中期頃、元号にすると漢文頃に発生したスタイルとなります。これまでに紹介した漢文神刀とのわずかな違いなどもぜひチェックしてみてくださいね。これは教科書通りの漢文神刀でいいんじゃないかな。とてもわかりやすい漢文神刀だと思います。続いて刀身の様子を見てみましょう。はい、はじめに画面左側の写真を見てみましょうかね。こちらは刃巻のすぐ上にある刃文の始まり部分になります。画面右側の写真にある刃文とは違って、ゆったりとしたすぐ刃調になってるの分かりますかね。ちょっとね、のたれがかってんだけど、この部分は焼き出しと呼ばれる刃文なんですよ。神道になるとこの焼き出しに特徴を持たせた刀工が数多く出てきます。特に京都と大阪の刀工の場合、長く直線的な焼き出しとすることが挙げられます。本作は京焼き出し
と呼ばれる特徴的な焼き出しになっているようなんですね。で、ね、これも丹波の神吉道だったけど、半分くらい焼き出しなんていうのもありましたよね。うん、これは、頃合いの良いところの焼き出しですので、まあ、これが普通かな。普通だね。うん、ですね。で次に、画面右側の写真に示した刃文本体を見てみましょう。はい、小さめの波や中くらいの波となる具の目がランダムに現れているようです。このような刃文は、具の目乱れと呼ばれます。ですので刃文は、京焼き出しに具の目乱れと呼ぶのが最適のようですが、どうでしょう？うん、それで大丈夫ですね。いいですかね。うん、はい。じゃあ続いて匂い口を見てみましょう。はい。はじめに画面左側の写真見てみましょうね。はい、ブツブツとした煮えの粒で構成されているんですね。次に右側の写真を見てみると、煮えの粒よりも大きくてゴツゴツとした荒煮えの粒が混じっているようなんですね。うん、特に右側わかりますね。真っ黒の粒に見えるところが荒煮え。で、ちょっと白いんだけれども、なんかガサガサしたっていうところが煮えだよね。で、これ小煮えも混じってんだよね、実はね。全部入りなんですよ、うん。なんだけど、一応この写真教材からすると、煮え本位、荒煮え混じりということにしておきましょう。うん、いいですか、うん、大丈夫です、ね。大丈夫だよね、うん。はい。では、地肌の様子行ってみましょう。はい。じゃあちょっと切字の線入れてってみますね。はい。細かくよく鍛えた木目肌を主体として、そこに、マサメ肌のように見える縦方向の白い筋が見えますが、マサメ肌とまでは言えないのね、うん。途切れ途切れになってるイメージ？そうだね。うん。で、このような状態は、マサ心があるなんて呼ばれるんですよ。以前にも一回出てきてますね。うん。で、一方で、しのぎじはマサ心というよりは、マサ肌と呼べる縦筋がよく観察されるんですよ。うん、これ肉眼で見ると、こういう点々点っていうより、ほんと引っかいたように見えるね。見えます、うん。ですので、細かい木目肌に正心多く、特にしのぎじの正目は強い。というふうに呼びましょうか。どうでしょうかね、これ。これがいないね。ないよね。うん、だから、木目肌と正心の、ま、違いというか見てほしいんですけれども、だいぶ混じってるんだよ ね、これ、うん。だから、まさごころって書いてある、特に右側のこうガサガサって見える方、うん、もうよーく見ると、ちっちゃい丸いっぱいあるんですよ、これ。あるね。うん。なのでね、同じくらいの分量でこう混じってるかなという印象を受けます。うん、はい、じゃあ、帽子行ってみましょうか。はい。じゃあ、トレースライン入れてみますね。はい、頂点に向かってのたれながら登っていき、尖り気味の小丸になって、帰りはやや長めで、少し胸側に寄るんですね。うん、ですので、のたれ込んで小丸、尖り気味と呼びましょう。このような帽子は、ミシナ帽子とか、まあ我々は三品帽子なんて、うん、呼んだりするんですが、特にトレースラインで示したようなミシナ帽子の典型例は越中の神正俊の刀剣でよく見られる特徴となりますので、ぜひ覚えておいてください。ちなみになんですけれども、丹波の神吉道など正俊以外のミシナ系の帽子もこのような帽子になることがあるんですが、のたれ込むことはそんなないよね。ないな。で、横手筋、ピッとこう横に入ってる線ですよね。から上に向かって焼き幅が広くなるっていうような、もっとこうゆったりした帽子、うん、になることが多いんですよ、うん。なんで我々は丹波の神吉道の帽子を伝えるときなんかは三品帽子風だよねとか、うん、狙ってるよねとかっていう言い方しますよね、うんうん。ここまでではない、これ典型例だね。でもね、うん、はい。じゃあ今日のまとめいってみましょうか。はい。大敗は、反りは浅めで、元見幅と先見幅に差がある漢文神道である。
作られた時の長さそのものの中子は産中子と呼ばれる。刃文は京焼き出しに具の目乱れ。匂い口は煮え本位荒煮え混じり。地肌は細かい木目肌に正心多く、特にしのぎじの正目は強い。帽子はのたれ込んで困る尖り気味。まあこういうのを、三品帽子というんだよということです。以上が本日のまとめとなります。いかがでしたか？越中の神正俊の特徴を捉えることできましたかね？やっぱ綺麗ですね。ぶっ飛んで上手ですね。そして分かったこと、すだれ場はない。ないね。やっぱりあれは丹波の神を受領した家の、まあ、ブランドタグ、ブランド刃文ということだったから、兄弟であっても使わないというようなことだったんでしょうね。もう一度ご覧になってみますか。はい、いや綺麗、上手ですね。でね、やっぱりね、皆さんね、忘れてはいけないのは焼き出しがあるということですよね。京焼き出し、大阪焼き出しなんて言ってね、江戸時代のご機内の刀は、まあ、これが一つの、ブランドタグになっているということなんですけれども、いいよね。上に行くに従って少しずつ広くしてますね。いや総集意識してるんだよねこれね。いいね、上手ですね。バランスがいい、スタイルもいいよね。素晴らしいですね。で、ほら目のところにさ、16用の菊紋が、彫ってあったと思うんですけれども、朝廷からのね、お墨付き、ということですよね。当時東は安嗣がいて、あれだね、何三つ葉葵の御紋が安嗣に許され、一方西の国では十六用の菊紋が許されて、若干のこうバチバチ感は感じるよね、それを聞くとね。そうだね、でもね、そういう中にあったから切磋琢磨してこういういいものが生まれてきた、というふうに考えてもいいんじゃないでしょうかね。じゃあ他に正俊ある？ないよね。担当すらない。脇差しもない。無名極めもない。ない。ないですって。じゃあ、四兄弟のうち、伊賀の神金道。あるね。ある。あるね。金道、大道、金道。金道。まあ、大和、丹波、吉道。俺は道。そうだね。じゃあ今度道紹介する、ここでゴーンって、もう一度ご覧になってみますか。ヒゲがすだれになってます。すだれハゲですね。そうなんですよ。だからこのね、まあ三品系って言ったらいいかな、の、東照さんっていっぱいあるんですよ。そうですね、あるんだけれども、この正俊はレアなんだなと、覚えておいていただければいいかなと思いますので、はい、動画を見て勉強になった、興味を持たれたという方はチャンネル登録、いいね、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。あなたに届け刀の思い。バイバイ。